はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、また蒲田の、高野目さんにお邪魔しております。というのも、まあ、ツイッターの方でねちょっと拝見してもうめっちゃ食べようと思ったんですけど、エビクリームっていうもう魅力的なね限定が出ていたので、今回はこちらでございます。見える、これねめっちゃでかいんだけど、今回は一応ね麺が 1.5kg で、びっくりしたんだけどチャーシューとかもね多分丸々1本乗っておりますが、まあねとりあえず食べていきましょう。量多いよな。いただきます。はい、とりあえずチャーシュー食べよう。よいしょ。こちらねいつもの高野目さんのチャーシューなんですけど、まあ分厚いわうまっ、うんうんうん、おもっ。ちょっと麺いっちゃいましょう、これ。うますぎて今あの横にいるね社長に訴えました。マジうまい。いろんな限定食いましたけどトップクラスにうまいですね、これ。もちろん重いけど二郎系っぽくないっていうか、いい意味で女性でも食べやすいですよね。パスタに近いかも。うまっ。そろそろ、ね、チーズとかといろいろ具材混ぜてみますね。麺重っ。よいしょ。混ぜた方が断然うまかったわ生玉ねぎとかネギがねトッピングに入っているんで、こう混ぜると一気にね爽やかさというかさっぱり感がきて、食べやすさとかもそうなんだけど、まあ、風味とかねうまみっていうのはかなりね上がります。ちょっと今回ね別皿でいただいたんですけど、こちら無料トッピングのガリマヨですね。こちらを麺に和えていきます。味玉。唐揚げ、揚げ玉とネギとかこの桜エビとかね全部トッピング混ぜると、最初はちょっと洋風っぽいような味わいだったんですけど、エビもんじゃっちゅうのかな、こう下町っぽい和風なね懐かしい味がする。Thank you.
いや、豚一本の汁なしは重いわ。30歳になったら豚増しがきつい。豚増しがきつい。だそろそろね、生卵を使っていただきます。こんな感じっすね。うん、不思議とね、卵をつけると重さが増すね。今ね、映したんだけど普通の台ぐらいはあるわ。うん、そしたらこれがね、最後でございます。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで、ただいまね、このエビクリーム、完食いたしました。いやね、このメニューね、めっちゃうまい。あのね、おしゃれな感じの味もするんだけど、しっかりとね、まあ、二郎系っぽいというか、まあ、そういった重さもあるので、いろんな人に満足していただけるようなうまい一杯になっておりました。ただね、思ってる以上に結構油とかも多かったりはするので、お腹のね、具合に合わせて麺を減らしたりとか、まあ、通常の量にしたりとかして、まあ、皆さんのね、美味しい量で食べてみてください。で、一応ね、このメニューに関しては4月の中旬頃、終了予定となっておりますので、気になる方はね、ぜひこの高野目の鎌田店さんで販売中のこのエビクリームね、食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。あ、お腹いっぱい。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。
いやー重い、いやーおささしゃしゃしゃ重たい。いやでもこの辺ってマジでうまいですね。いやー重いですね。